効率的に稼ぐ方法はね、まあ、要求されることはあまたあるんですけどもあでもこれだけ量と時間をかけている、まあ、立場の、ね、私とかに対して効率よく稼ぎたいっててのは一体何をどうう見てなんでしょうねそんな方法があるんだったらやってるしいや逆を返せば今やってる方法が一番効率的なんじゃないかなと、うん、だから何が効率的かっていうと、まあ、丁寧にやることじゃないですかね。 丁寧にやると時間も手間もまあ思いもねいろいろとかけなくちゃいけないと思うんですけどもまあでもねお金をもらう方としてはなるべく何にもしない方がいいんですけどもでもお金を払う方サービスを受けたい方としては丁寧にやってもらってるなと思った方が払いがいもあるし次もお願いしますってなると思うんですよね。そんなね見たか見てないか分かんないような車検屋さんに車検出さないですよね。 あこのゴム板傷んでるんで半年ぐらいしたら欠けてくるかもしれないんで今のうちに変えておきましょうかとかね、うん、今すぐは大丈夫なんだけどもうちょっとしたら変えることになるんで一緒にやっておきましょうかとかねあの車検とは関係ないところもちゃんと見てくれたりとかそれから車検から帰ってきた時にねなんか車内が頼んでもないのにパーッと綺麗になってたりとかオイル入れときましたみたいなねなんかそういったなんかお値段以上があるとあこの人に次も任せようかなっつってリピートが起きてくると。 で、リピートが起きてくるようになるとそれがまあ効率がいいっていう形なんじゃないかなとあの商売をしてると思うんですけども新規のお客さんを獲得するのにまずね平均で1万円ぐらいかけるんですよねだから新規のお客さんが来店した時点で来店した瞬間にマイナス1万円なんですよだからそのお客さんが 1000円使った2000円使ったって言ってもそれまでの集客コストにも1万円以上かけてるんでまあ非効率的なんですよねただその人がリピートしてくれて何ヶ月も何年も通ってるうちにもうその人に対しては広告を出してないのに勧誘してないのに自動的に来るみたいな形がまあ効率的だっていうことなんでまあ5年とか10年やったらああなんか楽になってきたなと初期の頃のようながむしゃらはないなとかね私だったら24時間あの面談しますよっていうのを今やってないですからね でほとんどっていうかね全然人に会わなくなりましたけどもちゃんとこうやって成り立っていられるのは効率的になってきたらなって言えますけどもその効率的なね三角形があると思うんですけども効率に向かうべき三角形ねこういうふうな三角形があってここが効率的なんですよ。でもその効率的なポジションに立つにはこの氷山の下の方埋まってるところがなければここまで来ないですよね。 でもここを切り取ってあ効率的だ効率的だって言うけどもじゃあその効率的を作るのにこっちはあなたはどうしますかってことですよね。ここだけつまみ食いしてワンクリックで100万とか言っても確かにメールマガジンを書いてレターにして送る集客も済んでいる信頼関係も構築しているってところを無視してワンクリックで100万ってところだけ切り出せばワンクリックで100万ですけどもワンクリックで100万を達成させるためにどれだけ費やしてきたかっていうねここだけを見たら。 ね、例えばこの辺なんてのは全然成果が出ないから効率が悪い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 稼げない稼げない稼げないになりますよこれはでもここに到達したらね10年ぐらいかけてあなんか5万円いるなと思ったらはいリリースあ15万になったかみたいなね形になるんじゃないかなと思うんですよまあこれはあれですよねまあプロ野球の選手とかでもパカーンとホームラン打つまでにじゃあ何回空振りしてきたの何回三振してきたの何回素振りしてきたの 何回試合してきたの何回補欠になったのみたいなねそういったところがあるからこその一発で何百万というホームランが打てるんでしょうねきっとねはいじゃあ効率的になるためにはその下積みが必要ですよということかなとその下積みをやってますからねちゃんと効率的に稼いでそうに見えてる人もいってらっしゃい。